はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は中学英語の家庭法丸 2Wish 編をお送りします。ということでね、前回から家庭法が始まりまして2本目です。というかこれで終了です。家庭法はねで。今回はタイトルにあるように、この Wish を使った問題をポイント込みで6問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。 でやってもらった後に分かんなかったり、でまあ、家庭法始めましたの方もいると思いますので、えー、ちょっと、ね、不安なところがある方は、今からねポイントを話しながら答えを埋めていきますので、聞いてみてください。いいでしょうか。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、参りましょう。 で、まずポイントからなんですが、もしね、この家庭法2から動画を見てくださってる方がいて、で家庭法をね、ち,ょっとちゃんとしっかり勉強したいっていう方はえ、右上のビックリマーク、もしくは概要欄の方にリンク貼ってると思いますので、家庭法1、基本編の方を必ず見てください。そっちが分かってからこっち来た方が個人的にはいいです。まあ逆でもいいんですけど、まあセットで見てください。で、今回はウィッシュです。Wish。 で、wish は意味としては動詞の願うですね。願う。まあ、歌のタイトルとか、まあ、嵐のタイトルとかもありますね。wish で、今回は I wish で、この that は基本的に使わないんですけど、参考書とかまあね、えっと、教科書によってはこれが載ってる、かっこざっとって載ってるものもあるので、今回一応書きました。I wish かっこざっと、集合、過去形で、今回はまあこうやって書いたんですけど、覚え方としては I wish まず、私は願うんです。で、何を願うのって、まあ、願い事の部分ね。を、後ろに、文で作りますよってよく覚えます。まあ、過去形の文ね。主語、動詞。ただ過去形なんで、動詞は過去形になりますよ、みたいな流れ。いいかなそれが作り方。で、これでどういう意味になるかっていうと、まあ、きっちり書くと、ほにゃららで、あればいいのに。まあ、さっきも言ってる願いです。 なんとかだったらいいのになーっていう感じでもいい。まあ、そのきっちりね、なんとかであればいいのにまで覚えなくていいけど、なんとかだったらいいのにっていう願ってるんだっていうのを覚えてください。で、前回家庭法でも話したんですけど、家庭法っていうのは妄想です。基本的には。もし、ほにゃららだったら、これするのにみたいな。現実なってないわけだからね。妄想話。で、今回は妄想と似てるんだけど、願い事の話です。ほにゃららだったらいいのにっていう感じね。まあ、だと思って付き合ってください。 じゃあ、まず一番ね、えー。自分のコンピューター持ってたらいいのにって、俺専用のパソコン欲しいなー、みたいな感じです。ね。あ、現在持ってないわけよあ。願い事だからね。で、まず願ってるのは自分なので、スタート、I wish。もうこれは固定です。I wish から始めます。いい。じゃあ、後ろの文のところを青にしましょうかね。自分がここ、文って、これね。文が来ると。 で、今回は先に言っちゃうんだけど、ザットは全部省略してあります。基本的にね、使わないものが多いんだけど、だからザットが入ってると思って。で、何を願うかっていうと、自分のコンピューターを持ってたらいいのに。なので、私が my own computer。あ、コンピューターだね。私の自分のコンピューターを持っているって言いたい。それ持ってるって英語でハブですよね。ただ、過去形にしなきゃいけないので、ハブを、ハブ。 2回で I wish I had my own computer って言うとこれで文が完成となります。まあ、これだけだからね。イメージはね、ここで切っとくといい。つまりここね、ここで切っとく。まあ、今ざっとは入ってるけど。Okay? 私は願ってるよ。何願ってんのこれ願ってんだよっていう。まあ、そんな感じ。次も私がお金持ちだったらいいのにってこれよく出てくる例文ね。まず願ってるから I wish。願っときます。 で、何願ってるか。私がお金持ちっていうことを願ってる。なので、主語愛ですよね。私。で、お金持ちはリッチがあります。あとは B e 動詞入れたいんですよね。ここは。で、前回と同じく、過去形だからさ、本当は、もともと I am ですよね。過去形にするから、I was にしたいんですけど、仮定法の時は、和を使います。だから、I wish I was rich っていうと、私がお金持ちだったらいいのにと。これで完成です。 じゃんじゃん、行きましょう。えー、私の先生、えー、私たちに宿題出さなければいいのにっていうね <laughs>。先生に対して宿題出さなければいいのにって、まあ結構ね学生が願うとこだと思うんですけど、まず、これ、願ってるのは自分ですよね。まあこっから意味をね、わからなくても主語が愛になってるので、願ってるのは私です。I wish。まもしかしみんなの願いかもしれんけどね。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、 上2つは私が願ってて私がコンピューターを持ってること私がお金持ちであることなので主語が一致してるんですけどこっちは先生が宿題出さなきゃいいのにって言ってるので主語がマイティーチャーならちょっと変わりますこことねちょっと気をつけてくださいこういうパターンもあるからねあとは宿題を出さなければいいのにでこのまま多分書き方はいろいろあると思うんですけど今回はこれ使います えー、ギブ、A、B ってやつですね。これで、A に A B を与える。ギブって与えるね。なんで、今回も宿題を出すっていう表現も与える。ちょっとずれますけど、これを使っていきます。つまり、ギブ、明日、私たちね。明日、ホームワーク、宿題。私たちに宿題をギブ使って与える。でも、それを出さなければいい。与えなければいいのにって言いたいから、否定文にしたいんです、ここは。 否定文だからこのままいくと,、えー、と否定文なのでしかも過去形だから Did を使って Didn't を使いますでさっき言った Give ここは Did を使ってるのでこれは過去形ではなくて原在形原形に戻して My teacher didn't give us homework でこれで完成ですこれ Didn't って抜いちゃうと I wish my teacher gave us homework っていうと 先生私たちに宿題出してくれればいいのにっていうめちゃくちゃねこうやる気に満ちた子になってしまいます。まあ、いいんだよそれも素敵なことなんだけどね。まあ、今回の意味は出さなければいいのにという願いなので否定文にしてください。では次ですねピアノが弾けたらいいのにと。まあ主語がウィッシュああ愛入ってるからねそのまま I wish 私が願っております。切っときます。でこれは私がピアノ弾けたらいいのに。でここちょっと気をつけてほしいのがこれね弾けたら これ言い換えると、弾くことができたらいいのにっていうことですよね。まあ日本語のあやになってますけど、弾けたらいいのにっていうのは、弾くことができたらいいのになって、ほにゃららできたらできるが入ってます。だから、ここは、えー、え can の過去形の c o u l d これを使っていきます。つまり、I wish I 過去形使ってね、can を過去形にして c o u l d に変えてピアノを弾くはプレイだよね play the piano なのでここがプレイになる助動詞のねクズ使ってますのでプレイは原型に戻しますと、But、I wish I could play the piano っていうと、えー、ピアノ弾けたらいいのになーっていう意味が完成となります ま、前回みたいにこうやってね、クズ。まあ、前回、うどもありましたけど、まあ、こうやってクズ使うパターンもありますので、これもぜひ使えるようにしといてください。で、最後は、穴埋めじゃなくてね、普通に書いてもらえるよにしました。え、毎日買い物に行けたらいいのになということで、まあ、これはまた私の願いなので、スタートね。I wish。ま、今特にね、コロナでなかなか行けないからね。で、ここ一応書いておきましょう。これ、ザッと入れても OK です。I wish、ザッとでもいい。で、あとは何を願うか。 毎日買い物に行けたらいいのにとこれを願っているでここも、えーと「行けたらいいのに」なので、えー「行くことができたら」という意味が含んでありますて、ね、なので「く」を使った方が自然です、まあ、なくても先生によっては OK な気もしますちょっと意味がね微妙なところではあるので伝わるは伝わるからさだけど「行くことができたら」と解釈してキャンを「can」をあごめん「く」を使っていきましょう つまり、I could. で、買い物に行くは go shopping だね。go shopping。で、ショッピングは P 重ねてね、ダブルで。ショッピング。で、最後に毎日があるので、やべ。<laughs> やべ。ちょっと待って。今 <laughs> 日<ゃ>ー <laughs> 見にくくなっちゃった。ごめんなさい。<laughs> everyday ですね。よいしょ。 I wish that I could go shopping every day. これで、ね、毎日買い物に行けたらいいのになという意味になります。いいかな。ではね、えっと、今回で、まあ、家庭法2本で一応終了になる予定なので、少し簡単にまとめさせてください。まあもちろんね、ここでもう大丈夫だよっていう方は動画切っちゃって構わないんでね。で、まとめさせてもらうと、え前回やった if を使った過去形の基本編、ね。まず if を使った家庭法を絶対まず覚えてください。 一回、家庭法、if を使った、もしホニャララだったら、ホニャララなのにとか、ホニャララできるのにっていう、もしっていう表現が入っているやつね。あれをまず覚えてもらって、で、もう一個、I wish。ね、私は願うと、こうだったらいいのになっていう願望を言うときには、I wish を使って過去形の文をくっつける。まあ、前回の if のときもね、過去形にするよっていう話はしましたけど、その二つの作り方を覚えておけば、家庭法は基本的に大丈夫です。大丈夫。 で、もしかしたらね、みんながお兄ちゃんお姉ちゃんがいたりとか、まあ、先輩の話を聞いててさ、もしね、わかんないけど、家庭法の話になったとするじゃん。で、高校生の方に家庭法の話をしたら、多分95%ぐらい、やべえ、あれ難しいよねって話をしてきます。で、それを聞くと、え、難しいの高校生の先輩が難しいって言ったら、絶対無理じゃんって思う方が絶対増えてくんよ、ここ。でも、そういうこちょっと切り離してほしくて、 なんでね、高校生の先輩とかお兄ちゃんお姉ちゃんそう言うかっていうと、高校の家庭法ってもっと深いところに行くんですよ。マニアックなところが出てくる。で、それは実際難しいです。難しいというか、ややこしい家庭法。いろんな種類が出てくるからね。だけども、中学校で今回ピックアップされたのは、その IF の基本な問題とこの WISH を使ったこの2つです。ここに関しては、今見てくださった方はね、きっと伝わってると思うんだけど、シンプルだから。これだけだから。これと IF だけ。だから、全然身構えなくていいの。 いいかいすごく簡単なところをやってるだけなので「あ先輩が言ってたから」なんてことは気にせずに普通にこれだけ覚えてあとはみんな練習問題とかやってねああこうやって作ればいいんだって慣れてくれれば絶対にテスト取れるから大丈夫ですいい難しいからきっと私にはできないとか俺には絶対無理だわって思う勉強ほど効率の悪いめん悪いものは。 ないのでぜひね私でもねこの動画使ったら大丈夫だよみたいな風に思ってもらってあの練習して解けるようになれば得点取れますので自信を持ってやってみてくださいちょっとね最後余計な話がついちゃいましたけど今回もねここまでご視聴いただきありがとうございましたではまたね次回の動画でお会いしましょう今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました